both founded by John D. Rockefeller III, the International House of Japan and the Asian Cultural Council are committed to advancing international understanding, dialogue, and respect across Asia and the United States. iHouse was established in 1952 as a pioneering international cultural organization that aims to facilitate international understanding through cultural and intellectual exchange between Japan and other countries. Inspired by the vision of iHouse co-founder Shigeharu Matsumoto, three Japanese modernist architects, Junzō Sakakura, Kunio Maekawa, and Junzō Yoshimura, co-designed iHouse's architectural structure. It was visited by Walter Gropius, founder of Bauhaus, and Le Corbusier in its early years. Since then, iHouse has become a gathering place for architects and professionals from around the world to exchange ideas and inspire the next generation. The Asian Cultural Council was founded in 1963 and provides artists, scholars, arts professionals, and organizations opportunities for cultural exchange across Asia and the United States. Headquartered in New York, ACC has offices and partner foundations in Hong Kong, Manila, Taipei, and Tokyo, as well as a vast alumni network of transformative leaders in the arts. Through fellowships, grants, graduate scholarships, and public programs, ACC has supported over 6,000 exchanges across 26 countries and regions. With shared mission and origin stories, iHouse and ACC are proud to be partners in this webinar series.皆さんこんにちは。本日は国際文化会館およびアジアンカルチュラルカウンシル共催のアーキトークウェビナーシリーズ第1回目となります。ご参加いただきありがとうございます。私は本日のモデレーターを務めます国際文化会館理事の宮田と申します。よろしくお願いいたします。本日は世界的な建築家で ACC のグランティーでもいらっしゃれる隈研吾さんにお越しいただいており、建築と公共空間や海外経験のキャリアへの影響などについて伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまあ早速なんですが、まあ、私自身もですね、神楽坂に住んでいるということもあって、毎年ですね、正月は隈研吾さんがデザインされた赤城神社にですね初詣するというところから1年をこう開けるので、今日まあ神楽坂の大先輩でいらっしゃれる隈研吾さんをお迎えできるということを本当に光栄に感じております。でまさにですね、時代はやはり社会との調和だったりサステイナビリティ、ダイバーシティ、インクルージョンと、まあ、こういった今キーワードが飛び交っているんですが、まあ、改めてですね、隈研吾さんの建築を見ると、まあ、本当にもうその先駆けとなっているようなプロジェクトをもうずっとやられてきていると。で、負ける建築、まあ、つまりこの勝者ではない、この権力者側ではないという立場だったり、あるいは森の時代ですね、うん、こういわゆる世界との調和だったり、あるいは猫の目から見た都市と、うん、もうこの今まで大事にされてたキーワードを見つつも、なんか今こうやって見ててもですね、ゾワッとするぐらいやっぱ時代のこの先駆けていた、まあ、猫の目っていうのはまさにインクルージョンだと思うんですけども、うん、まあ、こういったなんていうのか、まあ、視点で建築に取り組まれてきたと思うんですが、まあ、今コロナによって世界は変わりつつある中で、まあ、これから、まあ、いわゆるこの建築が持つ意味というのはどう変化していくのか、あるいは、まあ、これまで大事にされてきたことについてもう一度お話をいただければと思います。はい、僕自身がですね、そういうふうな
まあ、スタンスっていうかサステナビリティって今あの目田さんまとめてくださったあのスタンスが、まあ、発見できたっていうかそういう立場が、スタートしたのは1990年代だと思うんですよ、うん、でバブルがあの経済80年代のバブル経済の真っ最中に事務所始めたんですけども、まあ、すぐバブルが崩壊して、うん、事務所始めて4年ぐらいでバブルが崩壊しちゃって90年代は、まあ、一般的には失われた10年って言われるわけですけども、うんね、まあ、僕はまあ東京の仕事みんなキャンセルされたんで、地方を回り始めたんですね、うんうん、で日本の地方ってほとんど自分知らなかったなっていうふうに思ったので、うん、まあ、好奇心もあっていろんな地方を回っていって、であのそう してるうちに地方の小さな仕事を頼まれて、まあ、そういう小さな仕事の中に、高知県の梼原町の仕事とか、うん、それから東区美術館なんかがあるわけですけど、うん、そういう仕事の中でなんか、あ、日本ってこんな面白かったんだって、地域と関わるってこんな面白かったんだっていうことをこう発見していくんですね、うん、でその90年代っていうのは実はある種両義的な時代だったような気がするんですけども、うん、80年代のやっぱり税収がずっと上がって、うん、意外に90年代ってまだお金が公共にあった時代なんですよ。そうですね。はい。なので90年代に上の世代の建築家は例えば磯崎さんとか安藤さんとか伊藤さんとかは、うん、90年代に割とでっかい公共建築、うん、どーんとまだ作れた時代なんですよ、はい、だけどそういうふうにでっかい公共建築作れた一方で実際はもう経済はかなり疲弊している状態で、そうですね、それで僕らは地方回ってても、もうみんな大変だ大変だっていう、うん、その両面性が90年代ってあって、うん、それで上の世代と違うスタンスでこの90年代と自分たちは向き合うしかないんだってことを、うん、まあ、自分なりにこう見つけていくことができて、うん、でもう徹底的な低予算の中でなんか地域の職人となんか一緒に作るみたいな、うん、まあ、そのまあ、コラボみたいな工学みたいなやり方も90年代にその自分の中で発見することができて、上の世代との差がそこでこうすごくはっきり自分で見えたっていうのが90年代で、そこの時代を生きたってことが自分にとってはすごく大きかったと思います、ね、なるほど、まあ、まさにその時代のフロンティアに立たれていたと、うんうん、でまあ、サステナビリティって、まあ、ある意味その限られた資源の中で、うん、まあ、地域の人の思いを、まあ、やはりこうクライアントがより大事になってくるので、うん、まあ、この寄り添って向き合う中で、まあ、自然と紡がれてきた、うん、でもまさに時代はまさにその90年代に予兆があったこの経済成長一辺倒っていうのがもう崩れ去っていて、うん、もう経済合理性だけではない多様な豊かさを今見つけて、うん、社会を回していくって、まあ、これグレートリセットとか、うん、まあ、新しい資本主義とかいろんな言葉が飛び交ってますが、うん、まあ、まさに熊さんはその新しい時代にこう、まあ、向き合いながらこの建築を作られていった、うん、まあ、これが流れになってきたということなんですね、うんうん、そうですね、まあ、その未来を見ようっていうより まず手前にこうの現実をどう解くかっていった時に、うん、その地方 その貧しい公共団体ちっちゃいところ で、うん、でそこで作る作品がその当時の磯崎さんとか安藤さん伊藤さん上の世代のいわゆる作品としてなんかこううわーっていう作品と全然太刀打ちできないですよ、希望的にもね。なるほど。で希望的にも予算的にも太刀打ちできないものの中で何か新しい価値がそこで想像できないかっていうことを考えて、そこがねやっぱそこの苦労が結局実ったなっていう気がするんですよね。確かに、まあ、私も訪問させていただいたんですが、今お話しいただいた広重美術館なんか、うん、まさにこの非常にこう規模のちっちゃい町でありながらも、うん、まあ、そこが大事にしようとしているその景色との調和だったり、うん、であるいはまあ、広重のこう白のこのエピソードですよね、うん、まあ、そことこうなんていうのか響き合うような形での建築、うん、でこれが、まあ、いわゆる20年以上の時を経って、うん、またなんていうのかこの木の風合いとともになんか魅力を増してでですね、うんうん、まさにそうやって隈さんが作られてきたこの建築がこうやはりこの文脈が今アップデートされる中でまた輝きを増してますし、でかつその木のあれを大々的に木を使ったっていう意味においてはまさに今の時代のこの最先端でもあるんだなというよう なんか そういう驚きも感じました、ね、そうですね、広重美術館で木を使ったのも
その頃にちょうど地球温暖化の話が 出始めていて、うん、で火を使うってことがその中に二酸化炭素を固定して地球温暖化対策になるってことが言われ始めたちょうど時期なんですよ、うん、でああでまだ言われ始めたから、まあ、みんなあんまりそういうことを認識してない時代で、うん、木切っちゃうと森がなくなるんじゃないのみたいな割と単純な議論もまだあった時代なんですけどでもあの地球温暖化の話すごい僕はこれ画期的な話だなと思って、うん、でそうやって森林を循環させることが一番地球温暖化対策になるし、うん、が森にとっても森の保水率を高めて洪水を防止するとか、うん、その水は水質が、まあ、いくつところ海まで関係してるから山から海までの自然循環ってことが、うん、木をちゃんと計画的に使うことがそれを可能にしてるっていうふうな話を、うん、その頃こう聞いて、あこれはこう自分のなんか初めてやりたい素材が見つかったなって感じがしたんですよね、うん、なるほど。でそれからコスト的にも木っていうのはその実はいや簡単に言うと安いんですよ。なるほど。で安くてで当時のいろんな美術館の値段って調べると、まあ、磯崎さんがやった美術館とか、うん、伊藤さんがやった美術館とか、うん、石とかガラスとか使うとやっぱり結構みんなすごい単価になってるんだけど、うんうんうん、その小さな町あの時は馬頭町って町で、うん、ある予算なんかだとそんな高い材料なんか使えない、うん、で木の単価って調べてみると木っていうのが実は安くできる単価なん で木も例えばすき家大工なんていうんでこう凝った木 のディテールをやるともちろんそっちは跳ね上がっちゃうんですけど、うん、一番普通の部材で木使うと、うん、それはむしろ石やガラスより全然安くできるってことがあって、ああ自分と素材見つかったなって思ったんですよね。確かに広重美術館やっぱり木っていうとこれまで衣装細工に行きがちですよね、うん、やっぱり安いので何か技術を入れて特別なものにしたいっていうのはあるんですけども、うん、広重美術館はやっぱなんていうのか木を普通の木をこう組み立てながらもその開閉式でこのまあ何でしょうね、うん、外のこう光を取り込んだりとか、うん、あるいはやっぱそのこの場所との調和だったりっていうも、うん、そのなんていうか素材そのものを本当にとても素晴らしいセンスで、うん、こう建築って、まあ、空間としてこう、うん、作り上げたっていう意味においては、うん、非常にやっぱサステイナブルでもある、うん、ありますよね。なんかそうですね、やっぱりサステイナブルっていうものが、まあ、その数値的に二酸化炭素の量とか LCC とかもいろんな基準がありますけども、うんうん、普通の日常的な木っていう素材を、うん、使っていながら何か普通と違う経験を与えるっていうのは、うん、まあ、そういうのってサステナビリティのある種の基本だと思っていて、うん、木の使った部材っていうのは、まあ、ある種一番流通している安い木、うん、それも節だらけの木って、そういう木を使っていながら普通と違う体験ができるって、そういうのはやっぱそのある種のこう質素さっていうかね、うん、そういうところが僕はサステナビリティの基本にあるんじゃないかなと思ってたんですよね。例えばまあこういった熊さんがずっと標榜されている視点が生かされた建築の例っていうのはどういったものになりますか。そうですね、まあ、負ける建築っていうのも思いついたのも、まあ、簡単に言うと建築家と周りとのそのスタンスみたいなところで、うん、その上の世代の建築家ってみんなすごい偉そうなんですよ。なるほど、なるほど。まあ、磯崎さんとか、ね、黒川さんとか、まあ、建築家としては第二世代の建築家、丹下さんが第一世代です。丹下さんもなんかすごいすごいパワーで、丹下さんはねどっちかというとね人柄で言うとねものすごくハンブルなんですよ。腰低すぎるぐらいでね、ちょっとみんなが腰低いんで困っちゃうぐらいの腰の低さだったんだけど、お辞儀の仕方もめちゃめちゃ深いしね、そういうタイプだったんですけど、まあ、その下で磯崎さん黒川さんっていうのはある種戦後の経済成長の時に建築っていうのをこうなんかエンジンにして経済成長していく時のリーダーがその建築家だったわけですよね。だ建築家の下にゼネコンが見ていて、そういうヒエラルキーの中のトップっていうのが建築家って意識で、彼らは多分磯崎さんも黒川さんも仕事してたから、うん、ものすごくこう偉そうにしていてなるほど。それでね、はい、まあ、僕らも割と若い時から彼らと一緒にいろんなとこ行ったり、うん、一緒に海外旅行したりなんかしたりしてね、うん、であれこれちょっともうとっても僕にはできないなと思って、うん、あんな風にしたので、逆にそれは勝つ建築なんだな、で勝つっていう、うん、要するに上からこう世の社会を見下ろして、
上から建設業界を見下ろしてみたいな、うん、そういうスタンスでデザインしてたんじゃないかな、うん、でそれは地域に対しても自分は建築家ってすごい存在が来て地域をこう上からの目線で見るみたいな、で僕はやっぱ逆のことをやりたいなって思って、うん、それで、まあ、まあそれはあの自分の日常的な態度だけじゃなくて建築もそのハンブルな感じっていうのは、うん、例えば高さをどこまで抑えられるかとか、うんうん、そのどっちかというとこうモニュメンタルに作ろうとすると逆にどこまで低くできるかとか、素材的にもどこまで周りの普通に使っている素材と同じ素材を使えるとか、うんうん、まあ、それからあんまりバーンとあのソリッドな壁じゃなくてこう透けていって存在感が希薄で曖昧なみたいな感じとか、うんうん、そういうものを組み合わせていくとなんか負けられるんじゃないかなっていう思ったんですよね。なるほど、まあ、確かにその建築であったり、まあ、文明のまあ始まりもそうですよね。最初その、はい、なんでしょうね、治水事業とか、うん、まあ、農業とか、まあ、あのバラバラだった人を集めなくてはいけないので、うんうん、やっぱりこう意向を示すと、うんうん、もういわゆるもうあのそれは王だったりとか、うんうん、まあ、あるいはまあ宗教的な部分なんですけども、うんうん、上から人を照らしたり、うんうん、あるいはどうだっていうところがあるので、やっぱりもうより高くとか、うん、あるいはそのディティールですよね、もう高級素材だっていう、うん、そういう、 こう感じの中でやっぱひれ伏させるっていうところが、うん、やっぱある時代までの建築のすごく役割だったかもしれないんですが、うん、それがやっぱもう近代以降どんどん崩れてきていて、うん、で、まあ、産業革命以降は今度はお金の力みたいになっていったんですが、うん、まさに今この特にコロナ後はもうそこがガラガラポンというのか、うん、もうそういう時代じゃなくて人々が互いの力であの、まあ、照らし合うというのか、うん、ボトムアップですよね、うん、これこそがやっぱりその次のこの社会を考えていく上で今大事なんだって、うん、そういう時代に来てるんですけど、うん、まあ、熊さんが考えられてきたこの、 あの、まあ、負ける建築っていうのはまさに本当の意味でのポストモダンの先なのかもしれないですよね、まあ、うん、あの時代の建築家、まあ、建築だけじゃないですけどやっぱり、うん、あのポストモダンって言いながらも結構やっぱまだ強い、こう、うん、まだその何でしょうね、ある種移行のこの何ていうのか残滓というのかをこう組み合わせた中でのこの強いものが多かったんですけども、うんうんうん、実際じゃあ絶対的なものはないと、上から何か照らすではなくて共に作り上げるんだっていうことを考えた時に、うんうん、やはりそれをこうつなぐ役割としての建築っていうのもあのまあ、熊さんの視点すごく大事なんじゃないかなっていう、うん、なんかお話を伺ってて、うん、まさに それをこの直感であの掴まれて、うん、あの今の時代にやっぱりつながってきたなっていうのがすごく感銘を受けました、うんうん、それはやっぱり反面教師が日本にいたからだと思うんですよねでやっぱ反面教師とするのは結構重要 で、はいはい、で日本 の、 その彼らっていうのはやっぱりね、その世界の戦後の中でもやっぱり僕は圧倒的に突出した優れた建築家だった、まあ、そうですね、なんですよね、はい、でそれはやっぱりあの産業革命でこう工業化があってモダニズム建築っていうのが出てきた中で、その、まあ、日本はある意味でそれの、 あの後塵を拝したわけだけど、うん、その後塵を拝した日本の中でどうやって建築っていうものに別の文化的価値を与えるかっていうのを、まあ、意識的に磯崎さん黒川さんなんかはこうやった人なんで、もう当時の世界の建築家の中でもやっぱ輝いて出てるんですよね。まあ、ジャパンズナンバーワンを背負った上で、あのそういうストーリーを作らざるを得なかったっていうところもあるんでしょうね。うん、だからそういうで、例えばレム・コールハスなんかも実は彼はその磯崎さんなんかを見てやっぱりレム・コールハスになったった感じで、やっぱり当時の世界の建築家の中で非常に特別な場所が日本にそこで出現して、うん、でそれをやっぱり僕が近くで見て、やっぱりこれをなんかこう覆すみたいな新しい価値を出したいなと思ったのが、まあ、僕のある種で、まあ、ラッキーだったところかなって、ね、なるほど。で、まあ、今その話の中で、まあ、私はそのあの熊さんがおっしゃる上の世代の建築家にはお会いしたことはないんですが、あの丹下さんの話が出てきて、であの熊さんのこの原体験の中でも、あの丹下さんが作られた代々木 の、あの体育館ですかね、あれに非常に影響を受けられたと。で私も今万博をやってるので当時の映像とか見てるとですね、あの、まあ、丹下さんが代々木体育館あれ作られた時になんかもう全身全霊を注いで、その後なんか
1年ぐらい動けなくなったらしいんです。で万博は、まあ、その分もうあのもうあの余力は残ってないんで、もうちょっと、あの何でしょうね、岡本太郎任したみたいな感じだったっていう、そういうこう映像があってですね、まあ、それぐらいやっぱ代々木のあの建築は、まあ、すごいんだなって改めて映像でも、あの感じたんですけども、熊さんから見て、その丹下さんだったり、あるいは代々木っていうのは どういう体験だったんですか。ね、まあ、僕の個人的体験でいうと、小学校4年生の時にあのオリンピックの、はい、の時に親父に連れてってもらって、で、まあ、うちの親父はあのその頃のモダニズム建築見るのが好きで、うん、まあ、別にデザイナーじゃなかったんだけど建築ファンで、前川さんの上野見に行ったりとか、黒川紀章の子供の国見に行ったりとか、いろいろ連れてってくれて、はい、でその中で丹下さんのね、圧倒的に僕レベルが違う、この人レベルが違うと思うぐらいかっこよかったんですよ、うんうん、すごいですね、あれは。でそれはやっぱ 外観のそのこう2本の垂直なコラムから吊るっていう、うん、垂直性っていう、当時の僕はやっぱり当時の哲学って垂直性だと思うんですよね、うん、こう水平なこう木造の平屋の中からバーッと高いものを突き上げる、うん、でそれが近代だっていう垂直性をあの2本のコラムで表現して、まあ、体育館なんてそもそも天井高って大して必要ない、水泳場なんか天井高い必要ないんだけどそれにその垂直性の表現を強引に与えて、うん、でしかもインテリアに行くとその高いところからこう天から光が、うん、あの落ちてきて、いわゆるなんか天地創造の一瞬みたいな感じの体験をして、子供ながらに圧倒されちゃって、これ誰が作ったのって言ったら建築家だよって言って、丹下健三って建築家だよって言って、ああ建築家になりたいなって思ったのがあの建物との出会いなんですけど、やっぱし今見ても圧倒的にかっこいい、かっこいいですね、ですよね、かっこいいですね。いや、あの曲線と何でしょうね、直線の織りなすなんか空間の持つ力をなんか体験しますよね。なんかそうですよね。それだけど僕はあの丹下さんはある意味でそれを成し遂げたけど、丹下さんにとってはそのクタクタになるっていうぐらい、ある種の僕は挫折も体験したんじゃないかと思って、うんうん、すでにあの建物はものすごい予算を実際にオーバーして、まあ、はい、それで、まあ、予算の2倍になったとかも言われて、うん、それであの丹下さん自身が当時の大蔵大臣の田中角栄のところに頭下げに行ったっていう逸話もあるぐらいの、うん、なるほど、そうか、まあ、いわゆる建築に心血を注いだ以上に、その後処理も含めて彼はボロボロになって1年間動けなかったんですね。そう、多分ね、そこでその、まあ、だから頭下げて助産がもう頼みに行くなんていうのもある意味では非常に大変なストレスを負ったと思うし、それからものすごい実際雨漏りがして、うん、でそれは全て丹下のせいだっていうようなことを叩かれたし、建設会社ともどうもあんまりうまくいかなかったみたいだし、うん、もう あらゆるこうプレッシャーが丹下さんのところにかかってきて、うん、でやっぱ動けなくなったと思うんですよね、うん、でちょうどその頃丹下さんがあの蝶ネクタイからネクタイに変える頃なんですよ。なるほど、ね、なるほど、個人的にも何か僕それね、なんかねすごく象徴的だと思っていて、要するに蝶ネクタイっていうある種特権的な存在であって、うんうん、でコルビジェは蝶ネクタイで有名だったんだけど、うんうん、まあ、その後フィリップ・ジョンソンとかもアメリカの建築家も蝶ネクタイを真似して、うん、ある種特権的存在の象徴の蝶ネクタイをしてたんだけど、うん、もう 社会からものすごい叩かれて、やっぱり自分は健全な社会人だっていうことを言うためにネクタイにしたんじゃないかと僕は思うんですよ。なるほど。まあ、あれはあのアーティスト芸術表現としては多分丹下さんの頂点の一角だと思うんですけど、ただやっぱこの社会とのこの摩擦ですね、まあ、その彼のファッションとこのまだ時代が十分ついてきてないっていったところからの摩擦で、彼はやっぱボロボロになってしまったところもあったんですよね。あったと思いますね。だからそれで、でその日本 あの社会は丹下の建物は守りするとかですね、うん、建築家に頼むと絶対守りするとか、うん、なるほど、そういうことを社会家がものすごく言われるわけですよ。なるほど。でそれも一般の人の中でも建築家っていうのは雨漏りさせるんでしょみたいな感じで、うん、僕らが大学入った頃もそんなこと言われたことあるし、うん、まあ、そうい こう建築家っていう存在に対する厳しい目線が、うん、そのやっぱ丹下さんがそれの頂点にあるみたいで、丹下さん自身が、まあ、ボロボロになってすごく及び悩んで、それで丹下さんのその救いは、僕はやっぱりサウジアラビアとかね、シンガポールかとかから仕事が来たってことだと思うんですよね、うんうん、で代々木がかっこよかったから、そういう人たちがみんな代々木みたいなの作ってほしいって言って仕事が来て、で
丹下さんはそういうところと仕事に自分の新しい新天地を探して、うん、日本で雨漏り建築家ってもうバカにされたくないと思って、うん、そっちに行ったと思うんですよね、うん、で それがねやっぱりそのある意味で挫折の後に大阪万博をやったっていうのが どういう気持ちでやったんだろうなそれは皆さんの多分同じ気万博というのにぶつかってどういうふうにやられるのかなってすごく楽しみなんですけど、ね、いやまあでもちょっと何でしょうね、まあ、丹下さんのあの時の記録映像を見てる限りは、うん、もう代々木でもう力尽きたからもうここは岡本太郎が何でしょうね自由にやる場を作るだけだっていうそんな感じみたいですね。ですよね、はい、だから一方で岡本太郎 で一方で月尾芳雄なんかにいわゆるデジタルのことをやらせて、はい、ロボットなんかみたいなことを考えさせてるわけで、はい、やっぱりある種建築家である自分がズタズタでもなんかこう大屋根もどっちかっていうと岡本太郎に突き破られるためにあるみたいな感じで、そうです完全にだから万博は聞きましたよね。ですよね、はい、丹下建築のシンボリックなものみたいなものではなくてむしろ周りを引き立たせるため、うん、まあそれが結局太陽の塔の存在感が、うん、まあ50年経っても続いているところにもつながったので、うんうんうん、まあアーティストとしてはすごく、まあ、ある種正解になった、うんうん、まあ正解っていうのは難しいですけど、まあ、とても素晴らしい判断だったのかなというふうには思いますけどね、うんうんうん、まあやはりこれだけ記憶に語られながら場そのものを想像したっていうのはやっぱり丹下さんの力でもあるんじゃないかなという気がします。でそれで丹下さんがある種引いた後に、うん、その丹下の弟子だった磯崎さん黒川さん牧さんというのはどうやったらその一度ぺしゃんこにされた建築家をもう一度その盛り上げることができるかっていうので、うんうん、まあ、彼らは、まあ、文化とかアートっていう力を借りて、うんうん、まあ、丹下さんは実は日本の文化とか意識していたんだけれどもやはり一番の武器は構造とかエンジニアリングを武器にして戦ってたんだけど、うんうん、確かにその次の世代はそのエンジニアリングっていうのは今度はもうゼネコンがだんだん没頭してくるから、うん、そっちの領域になっちゃうから、うん、それゼネコンでは絶対手に入らない文化アートって力で自分たちをまたもう一回盛り上げようってしてその僕が言う勝つ世代の建築家っていうのがそこで登場する、うん、なるほどわけなんですよね。なるほど、この、まあ、力であり、あと想像力はこういうことだっていうこと、なるほど、うん、でそれ がある種どうこう作ったフィクションが、うん、そのこうだんだんと80年代になってくると、うん、こうなんとなくフィクションの化けの皮が剥がれてくるみたいで、90年代の不況の時はもう明らかに社会とその彼らの第二世代の作ったフィクションが合わなくなってきたところに僕が何か違うやり方を出したいなと思った状況なんですよね、うんうん、なるほど、まあ、まさに丹下さんは東京湾をこうなんか新しく未来都市にする計画とかいろいろなこう構想を持っててなかなか実現、うんうん、まあ、半ば実現できなかった部分があったと思うんですけど、うんうん、まあ、一方で熊さんもう同じようにということではなくてもう多くのプロジェクトを持ってますよね。でただその中でこういろいろ相手側を立て、まあ、負けるっていう謙遜されてますけども、うん、やっぱこのコーイノベーションコークリエーションの中で、うん、まあ、いろいろな文化をこう浮かび上がらせながらもただ、うん、熊さんのやっぱりこの一連のプロジェクトがこの連なっていくとやっぱりこの社会だったり、うん、あるいは新しい文化がこの、うん、一つの層として作られていくんじゃないかなって、うん、まあ、そういうやっぱクリエーターとしての凄みも感じるんですけども、うん、このなんか多くのプロジェクトをやっていく中で何かインテグリティだったり大事にしているものみたいなのはありますか？そうですね、まずね、僕はそういうスタンス一つ始められたのは大学で教え始めたっていうのが大きいと思っていて、うん、で大学の僕はやっぱり研究室の自分のやってることはラボだっていうふうにある時から思い始めるわけですよね。で、大学はちょうど、90年代の終わりぐらいにまず慶応で教え始めて、うん、で10年ぐらいやって今度は東大で教え始めてっていうふうなんですけど、でラボっていうのは何かっていうと作品を作る必要はないわけですよね、うんうんうん、でまあ磯崎黒川にしろですね、やっぱり作品である、うん、でそれはアート、ある意味でアート作品であるっていうふうにして、うん、そのアート作品が
もう圧倒的存在感を持たなきゃいけない、うん、でところが研究室っていうのは別に作品 作るものが目的じゃなくて、うんうん、先人たちがこう研究しているものに対してなんか一個面白いことが見つかればいいわけですよね、うん、そうですね、スタンディング・オン・ザ・ショルダー・オブ・ジャイアント、そうそうそう、はい、でそれが何か面白いことが見つかればいいわけで、でそうすると例えば僕の建築の中でも、まあ、全体としては予算もなくて特別なもんじゃなくてもトイレの中の洗面器だけ面白くできればいい、それはそれで一個これこの洗面器すごいだろ、ちょっと先人たちがやったことない洗面器だぜっていうことが言えるわけで実際広重美術館の中の洗面器なんかもちょっとこうトイレの中凝ったのがあるんですけど、確かに素敵でしたですか、はい、だから そういうふうなことがこう一個でもできればね、はい、ラボはこう楽しくこう続いていくわけですよね、でそういうスタンスを取っていった方が、うん、むしろそのある種のサステナビリティというかその継続性、うん、その自分のこうやりたいことの継続性みたいなものとか影響力みたいなものは出せるんじゃないかな、うん、でやっぱり一個一個の作品がすごいのじゃなきゃいけないっていうと、うん、なんかもうすぐ疲れてなんかしぼんじゃうじゃないかなっていう、うん、まあ、そうですね確かに、まあ、広重美術館も本当に素晴らしいんですけども、まあ実際やっぱりその木の建築っていうのがアップデートされながらいろいろなこの建築で受け付けられていくと、うん、まあ、熊さんあの石の建築とかいろいろなこう、うん、あのバンブーもあったりとか自然素材あるんですが、これが積み重なりながらさまざまなこう何でしょう、場所と調和しつつ、うん、このあなるほど木を使うってこんな素晴らしいんだなっていう、この一個だけじゃなくてそれが連なることによって、まあ、多分人々はより感化されていくし、うんうん、でまた最新のプロジェクトとかでも、うん、こう螺旋状の木とかもすごい、はい、すごいなんでしょうね、パワーを感じましたけども、やっぱそれがまたこの進化していく、まあ、その中にやっぱりこうサステイナビリティとか、うん、なんかインテグリティがあり、まあ、それは確かにこうアカデミアに通じる部分がありますね。そうなんですよね。だからアカデミアって場所にね、自分がその90年代のお芝居からいう場所を置いたってことが自分の作風がそこから変わったような気がしますね、うん、それで、で実際に自分の事務所も一種のアカデミア的な場所になったと思っていて、うんうん、で逆に言えば大学の研究室の方もそこでパビリオン作ったり、うんうん、なんかするから、ある種設計事務所的な場所になって、うんうん、自分の事務所と研究室の境がこうなくて、全体にこう緩いなんかこうものがいろんなところでこうなんか小さなことがいっぱいやってるっていう状態、高イノベーションラボみたいになっていて、でそれがやっぱり自分が強く関わるものと、まあ、緩く関わるもので、まあ、これが何ていうか一つのスクールというのか、なんていうか流れを作っていったそうなんですね。だから どれもね、別に自分のこう一部であって、でそれがね、丹下さんのやり方ってはね、これが作品にならないと思うとね、うん、もうそこの やってる自分の事務所の中でそこやってる場所にも近づかなかったなんかやっぱりアーティストとか、まあ、あるいはまあ一つの表現としてのこだわりが良くも悪くも出てしまってたってことなんですね。 そうそれはね、やっぱしね、アーティストとするとね、うん、もう例えばどの建物っては言えないけど、ある大学のある建物はね、もうこれ予算がもう最初からないし、うん、クライアントはなんか物分かり悪いし、うん、もうそう思うとね、自分はそこのやってるフロアにも近づかなかった。なるほど。でそれはね、僕 そういうのはね、やっぱりお互いに不幸だと思って、そうですね、やっぱり何かを作品にしようと思うとね、やっぱり必ずいろんな世の中の不協和音とか、うん、制限はあるから、作品に使用者した途端にね、破綻すると思って。なるほど。だからこれから その要するに建築家のやり方っていうのは、やっぱりその作品っていうものをどうやってこう忘れるかっていうことかなっていうふうに思って、それを僕はアカデミアで学んでそれができたんです、ね。なるほど。まあ、まさに何でしょうね、まあ、あるアーティストクリエイターが関わっているとも言えるし、人と人、人と世界をつなぐ一つのやっぱりまあ、つながりのデザインでもあるわけですよね、うんうん、まあ、いずれにしてもそのやっぱりこう接点がありながら生まれてくるものなので、まあ、そこにこう、うん、自分のこの感性がどれぐらい入るかどうかっていうのは、やっぱりその条件にも寄ってくるっていう。そうなんですよね。それであとね、その時にその自分の事務所の中にいろんな分野の人間を入れようって始めるんですよ。なるほど。
それ で例えばランドスケープで、うんうん、ランドスケープもその、まあ、最初の頃はランドスケープの、まあ、デザイナーがいるわけですよ、うん、まあ、それももちろんあの日本のランドスケープデザイナーすごい優秀だから、うん、そういう人にやってもらって建物がある程度できたらこの庭ちょっとお願いしますっていうふうに言うんだけど、そうするとねやっぱ相手もそのアーティストだから、うん、あんまり こっちも無理なこと言えないし、うん、こうお互いに遠慮があって、うん、そうすると何が起こるかって庭は庭で一つの作品なんで、うんうん、作品で建築は建築で一つの作品で、うん、それでねなんとなくこうしっくりこう会話してない感じ。なるほど。でその庭 のランドスケープで、ね、もうそのどういうふうに使われて何が楽しいことが起こるかっていうよりはどっちかっていうとアーティストとしての作品の完結性みたいなのをこう求める、うんうん、の風になっちゃうんですよね、うんうん、でこれはなんかね不健康だなって感じたんで、うん、それでランドスケープの経験のある人間でそれもいわゆるその造園の庭実際に作るところ で、うんうんうん、でやっぱこの庭もそうだけど、まあ、日本の庭ってやっぱその作るところでのノウハウっていうのはすごいじゃないですか。そうですね、非常に重要ですね、はい、でそこのノウハウを持ってる人間をその事務所の中に、まあ、の持ってきて、うん、それで中のインハウスのランドスケープのチームを作ったらば、うん、もう何でも気軽に聞けるしね、うんうん、で作品作ろうとそもそもしないから、これはね逆にねとっても気持ちいい庭が作れるようになったと感じたんですよ。なるほど、素晴らしいですね、まあ、まさに今世界全体のビジネスもやっぱりこう、うん、プロダクトベースから体験ベースにいってるんですよね、うんうん、だから一人一人のユーザー、そこに集う人がどう経験をするかと、うんうん、まあ、そこに寄り添う中でどうデザインを置いていくのかっていうふうに、うんうん、もうドラスティックに転換して、うんうん、でここから多分そこにデータとか、まあ、バーチャル空間とか多分あさっていくんですけど、うんうんうん、もう熊さんの建築はもうそういうアプローチに転換してたってことですよねここまでも日本国内の今話を中心に聞いてきたんですけども、うんうん、まあ、今回国際文化会館とのつながりということで、うんうん、いわゆる ACC の、 グランティーとして、うん、まあ、熊さん海外にも行かれたんですけども、うんうん、その時のこの体験とかあるいは世界との接点みたいなところも少しお話を伺えればと思います、うん、そうですね、僕が今までの話に結びつけていくとそういう多分野の人間と、うん、こう普通にフラットに会話する面白さみたいなのを覚えたのはある意味 ACC のグラントでニューヨークに行った時で、で ACC のグランドっていうのは、まあ、どっちかというとアジアのアーティストみたいな感じで、うん、建築家って僕の前にもいないんですよ、うんうん、それで、その時の ACC のグランド応募した時の審査員に磯崎さんが入ってたから、はい、まあ、今日磯崎さんの悪口いっぱい言ってますけど磯崎さんがのおかげで僕は ACC のグランドに でそこはね朝倉節とか磯崎さんとかそういう、はい、まあ、メンバーも面白いメンバーが選んでくれて、うん、ニューヨークに行って、それ でニューヨークで例えば川又忠とか、うん、岡崎健次郎とか、うん、そういう彼らもみんな ACC のグランドでいたから、うん、まあそういう連中と一緒にこうニューヨークを過ごすことができて、うん、まあ、あとミュージシャンなんかもいたし、うん、でまあ、坂本龍一は前から親しかったから、まあ、そういうふうな環境に いたっていうのが僕は、ね、やっぱ ACC のおかげが大きいんですよね、まあ、新しい場所で多分野のアーティストと交流する、で、まあ、そこがまあ世界とのこう、うんうん、まあ、つながりを開いていったっていうそんな感じですね。で多分野のアーティストもエスタブリッシュされる前の人間だから、うん、そのいいわけですね。やっぱりエスタブリッシュされた後のアーティストって付き合うのとは違って、うん、まあ、そうですね、お互いに何でもノーバディなわけですよね。でノーバディ同士がこう一緒に飲み食いしながらこうある種悩みをこう交換し合うみたいなのが、うん、ACC の環境にあったってことが大事だと思います、ね、うん、なるほど、まあ、そう考えると、まあ、やっぱり ACC の人材セレクトそのものも良かったってことですよね。そのノーバディだけどやっぱりこう響き合 こう力を持った、まあ、人材同士がやっぱりこう世界と向かい合う中で何を感じるのか、うん、これもうすごく貴重な体験であるということですね。そうですね。だから ACC が重視してたのはその成果はこうレポートとかいうとは全然 ACC は重視してなくて、むしろそのイベントとかそのパーティーにそういうみんなが集まるってことを重視するっていう ACC のスタンスが
やっぱすごいありがたかったですね、うん、なるほど、まあ、その中で一つ、まあ、世界とのつながりについても伺えればと思うんですけど、うんまあ、今あの環境問題だったり貧困だったり、うんまあ、この世界はやっぱりどうしても経済以外の形でこうつなぎながら、うんまあ、我々あの、まあ、社会と向き合わなくてはいけないと、うんうん、であるいはまあその日本の持ってる美しさだけではなくてじゃあ世界と作るときですよね、うんうんまあ、あの熊さん の, あのバンブーハウス、まあ、中国です、うんうん、あれも本当に、まあ、あそこにはあの残念ながら行けてないんですが、うん、ただやっぱりこの映像などで見る限りも本当に美しいあの すごく中国の大事にしている文化とのこの調和だったりもするんですけども、うん、この、あの熊さんがこの世界と仕事をしたり、うん、あるいはグローバルの課題と向き合う時っていうのはどういったことを意識されてますか？そうですね、あの、まあ、バンブーハウスが僕ある意味で僕の初めての海外のプロジェクトなんですけども、あのプロジェクトではあのまずそのこっちのやり方を押し付けない、うんうん、ですね、あれあの地面竹の地面 6センチの直径の竹で6センチ間隔でっていうふうに図面書いたら、うん、もう現場常駐したあのスタッフから熊さん大変です、竹は全部曲がってるし太さもバラバラですって言って言って大変ですって言って、それ で僕は現地に行って、でもうあまりに彼が慌ててるからすぐ飛んでったわけですよ。それ でその通りなんですよ、もうぐにゃぐにゃの竹で太さも違って、多分安藤さんだったら全部ぶち壊せって言ったんですよ美しく全部違う、図面と違うから、で図面と違うから当然そのぶち壊せって言ってもおかしくないんだけど、僕は逆にねこれ面白いかもしれないと思ったわけで、日本だったら絶対6センチから6センチピッチでダーッと行くけど、はい、ぐにゃぐにゃ曲がってて太さも違うから、うんうん、なんとも言えないこう味があって、これいいじゃんっていうふうに言ってで担当スタッフはもう本当にいいんですかこれでみたいな感じなんだけど、でそこで、ね、僕はやっぱり安藤さんたちの世代との僕の違いはそこにあるんじゃないかって自分で思ってるわけ、うん、で海外でも自分のやり方を押し付けるんじゃなくて、海外とのある意味でコークリエーションみたいなことに、うんうん、そこで、うん、まあすごくかっこよく言っちゃうと、その曲がった竹の職人とコークリエーション、まあでもその通りですよね、でそれがダイバーシティでもあり、やっぱインクルージョンでもありつつ、やっぱ現地のやっぱこう感覚にも寄り添えた、まあ、中国の何でしょうね、ある種スケール感はありつつも、うん、こうラフな感じっていうのはやっぱり日本の緻密かつこうなんとかあのちょっと小規模のものと違いますもんね。そうなんですよ、だから逆にね、あの万里の長城のこう荒れ地みたいなところに日本流のカチッとしたのが並んだらね、うん、違和感あったかもしれない、まあ、そう、その通りですよね、確かに、うん、あれはやっぱ万里の長城の圧倒的なスケール感だけど、まあ、よく見ると、うん、まあ、いそう並んでるやつですから、ちょっとやっぱそこの解像度を揃えるというのか、やっぱりあの空間と調和する上では、うん、その現地の人の感覚って結構、うんうん、まさにあのなんか大事な要素なのかもしれないですね。それでね、それでその時にでそれが実際にね、あの中国で受けたんですよ、あの建物が、うんうんうん、でまあ、あの心配はいろいろあって、あのその時の頃のあれちょうど、できたの2002年なんだけど、はい、あのその頃の中国って超高層がもうバン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 、うん、まあ、恥ずかしいような格好の超高層がバンバン立ってる時代じゃないですか上海の、はい、でそういう、ね、ピカピカした変な形の超高層が立ってる頃に、ああいうねもう渋い竹の建物が本当に受けるかと思ったら、うん、ただ中国のあそこあの万里の長城で建築家10人ぐらいでこう共作なんだけど、うん、まあ、あのみんな人気投票やると僕のが一番に選んでくれて、いやすごかったですね、でチャン・イーモが北京オリンピックの CM あれで撮って北京オリンピックの開会式にもあの映像を使ったりして、うん、もう想像以上に中国で受けちゃって、いやすごいです、まあ、ある意味なので中国が大事にしてる、あるいはこれから目指したい本当の中国だったんでしょうね。あの竹の子のストーリーだったりとか、あるいはリスペクトだったり、あるいはちょっとしたこうきちっとしすぎてないけどもスケール感のこうある強さみたいなところ、うんうんうん、それで自分 の, その海外との付き合い方もこれがいわゆる勝つ建築家たちとは違うんだってことが分かったわけなんですよ。で勝つ建築家たちっていうのはやっぱり自分が日本で作ってるのと同じような精度のものがバシッとできないと、うん、まあ、ある種絶対許さないし、逆に
出来上がったものもその制度でできてないと本当失敗作って感じになるんだけど、うんうん、僕は日本の制度でできてなくても失敗作に見えない、うん、だから最初から失敗作みたいな感じで作ろうって感じで思ってるわけで最初からこう失敗作になっても周りに溶け込むみたいな状態をこうにするにはどういうデザインしたらいいかって考えながらデザインしてるんで、うんうん、そこがなんかやっぱ上の世代と違うところかなっていうふうに自分をなんか発見できたんですよね、うん、なるほど。まあでもそのまあご謙遜され失敗作とおっしゃってますけど、ある種そういう余白的な部分ですよね。なんかもう解釈の余地を与えないようなこう、うん、なんていうのか、ギッチギチの余白がないっていう、まあこれもこれで一つのスタイルだともあるんですが、うん、余白のあるこの、まあ、あるいは隙のあるっていうのか、うん、その建築がまたこの地域の人の中にこう入っていくスペースにもなって、うん、でそれが溶け込んでやっぱり歴史を作っていくっていう、うん、まあやはりこう隈さんの建物がやっぱこう使われていく中で、うん、その街の景色に溶け込んでいる様を見てると、うん、なんかやっぱ そこが多分とても実は大切な余白だったんじゃないかなという気がします、ね、そうですね。その今の余白がやっぱり余白がある部分が受け入れられるっていうのは、うん、多分向こうの人にとって建築に感じる親しみやすさみたいなものがその部分にあるんじゃないかなって気もしますね。だから建築ができた後にね、いろんなもん置かれてもあんまり目くじら立てないんですよ。だからもう例えば牧先生なんてね、うん、また先輩は大事ですけどポスター1個貼っちゃいけない、ポスター1つも貼っちゃいけない、うん、ゴミ箱1つも置いちゃいけないという感じなわけですよでも僕はね、変なポスターとか時々貼ってあるとね、うん、あれこれ面白いじゃん、ちょっと写真撮っておこうとかいう感じでいて、なるほど、やっぱりね、そういう後その余白を使う人が楽しんでくれたらそれが面白いようにっていうか、で逆に言えばそれが面白く見えるように僕も最初から多分デザインしてる。ああ、なるほど、うん、そこでもうすでにあれですね、時系列を見通したコークリエーション始まってるってことですよね、これから、まあ、なのでこの作った瞬間のこの一瞬の美しさではなくて、それが、まあ、経年劣化も踏まえた上で、うん、まあ、その社会の中にこう溶け込んでいくときにどう使われるのか、ここも含めてやっぱりこれからのデザインに必要なんだっていう、うんうん、そうそう、だからそのゴミ箱やポスター置かれるのとそれ木が劣化してる、経年劣化も多分同じことなんだ、ね、そうですね。まあ、私も最近いろいろな、まあ、スマートシティのプロジェクトにも関わってるんですけども、うん、やっぱり今までのスマートシティってどっちかというとやっぱ産業のためのものとかですね、うん、あるこう大きなこうな企業がなんか流れを作るためにこう失られた場でですね、そこにあまり人がなかったんですよね。でこれからはいやむしろそうじゃなくて、誰にとってスマートなのかって、これまである種企業だったわけですよ、そのまあ飼ってる人たちですよね。そうじゃなくて、まあそこに生きる多様な人たちがどう暮らしていくか、でそれを共に作っていくことなんじゃないかってことを考えると、まあスマートシティというよりはまあコーイノベーションアーキテクチャーって呼んでった方がいいんじゃないかっていうのを今話をしてるんですね。でその時にやはり、まあ、まさに隈さんをはじめとするやっぱりこう社会と対話を、うん、するこの建築家の人たちっていうのは、うん、やっぱり もっと何でしょうね、重要な役割を担っていくんじゃないかなっていう、うん、やはりこう町の計画ができてもうここにこの予算でっていう、うん、でもう置くだけじゃなくて、うん、もうまあ、隈さんの建築はその枠を超えながら町と融合してるんですけども、うん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 、この全体の中でどう場を作っていくのかと、うんうんうん、まあ、いわゆるこの暮らしそのものも、まあ、メタバースとかバーチャルも含めてですね、うんうん、アーキテクチャーと捉えながら、うん、まあ、そこにこう建築っていうのをうんうん、どういうつながりとして置いていくのか、やっぱこの視点の中でやはりもう日本が誇る何でしょうね、世界トップの建築家の方々のと一緒にやっぱり未来を考えていくのが必要なのかなって思ってるんですけど、うん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 、そうですね。だから建築ももしこう変わり続けるものだし書き込み続けることができるような、だから劣化なんてすごく書き込みとしても使える書き込みだと思ってるんですけど、うん、そういうなんか存在を建築家がこう後の時間の経過を含めての全部デザインをすることができるようになると、うまい形でのコークリエーションができそうな気がしますね。隈さんがこれからどういったことにチャレンジしていきたいのかということを、まあ、最後伺っていきたいなと思います。
今ね、まあ、その建築物を通じてのラボっていう話をしたんだけど、うん、このラボをね実際にその建築のやらない人にも開かれたようなことができないかっていうので、これね、その今コロナで結構そのサテライトを作ってくれって言って、うん、いろんなとこからオファーが来て、うん、で今度北海道の東川っていうとこと、うん、それから、沖縄 の那覇の豪雪地帯のそばとか、うん、こうちょっとずつできてるんですよ、うん、それで、そういうところって結局ね、ま、うちのスタッフは例えば 2,3 人しか行けなかったりすると、うん、多分場所が空くから他の人がそこに来てもいい。なるほど、なるほど。ってするとね、単にシェアオフィスっていうとなんかあれだけど、うん、うちの事務所の連中に興味があって、うん、なんかがある、例えばデザイナーとか、うん、こうなんかいるんじゃないかと思うんですよ、うんうん、いや絶対そうだと思いますね。建築家の方々と、まあ、いろいろお話をするんですけど、うん、やっぱ学者あるいはまあクリエイターっていうこのつながりで見てもやっぱり一番長いスパンで仕事しないといけないじゃないですか、一回作っていやなんか飽きたから壊しますってならないので、やっぱ数十年単位を見て作るっていう意味ではやっぱ最もやっぱつながりでありあるいは哲学的なところを意識してる、まあ哲学者っていうのはまあ哲学をアーカイブ化する人がどちらかと多いんですけど、実践する哲学者でもあるのがやっぱりこう建築家だなってなんかすごいリスペクトを感じているので、そういう意味でもいろいろなクリエイターと本当につながる力を持った方が本当に多いですし、やっぱ建築が核になった街づくりだったり新しい文化っていうのはすごく可能性があるように私からも感じますね、うんうん、だからそういうなんか街のこう人たちがそこでこう一緒に仕事したり、うん、こうまあそこでただ食べてるだけでもいいんだけど、うんうん、そういう場所をサテライト的に全国につけていったら面白いかな、面白いですね思って今ねそれをね、まあビジネス的にどう成立するか分かんないんだけど、うん、面白そうな場所からってこう声がかかってるから、うん、まあ3つ4つはそのできそうな感じです。そこで新しいなんか文化が生まれたり、まあ、建築だけじゃなくて、いろいろなクラフトワークとか、なんかいろいろなデザインがなんか浮かび上がってくるんですよね、きっと。だからまあコロナだからとりあえず日本なんだけど、うん、将来はどっか他の国でもそういうことを やったら面白そうだし、ね、でしかもこうバーチャルでいろんなところをつなげるので、まあ、そういったラボがこう共鳴しながら世界中でいろいろなものを一緒にまたこうつながって作っていけると、うん、一拠点だけじゃない強さっていうのがどんどん生まれてきそうですね。そうなんですね。そのね、つながるノウハウは今度はコロナですごい蓄積されたから、そうです、ね、これはね使わない手はないなと思いますね、うん、そうなんです。皆さんのやっぱ心理的な障壁が取り払われただけではなくて、うん、やっぱりこう共有する、うん、その技術っていうのがもう一気に発展してきましたよね、うんうん、でそれがまた地域の素敵なものをこう、うん、つなぎ合わせながらこう共有して、うん、また還元していく、そういうなんか多層的な建築空間というのもすごく面白いですよね、うんうん、でそこに熊さんのこの優しい視点っていうのがなんか一貫性のあるものとしてアーキテクチャが通ってると、うん、なんかまたすごくなんていうのか豊かな未来につながっていきそうですね、うんうん、素晴らしい。いやぜひそのプロジェクトにもこう注目していきたいなと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アーキトークの第1回ということで隈研吾さんをお迎えして、まあ、ご自身の原体験からこれからの未来のことまでお話を伺うことができました。隈研吾さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。